今日はめちゃめちゃ寒いですね。めっちゃ寒い。冬と同じぐらい寒かった。雨降ってたし、さらに高尾炭治郎さん、しんさん、良平さん、サトルンさん、みゆみおさん、ひら兄さん、くもはさん、トゥエールさん、ナリバーさん、ヤッシさん、ちくわドーナツさん、ロックオンさん、きれい、ありがとう。よしまりゅさん、ちくわドーナツさん、メガバイトさん、あおちゃん、ふたてさま、じんたさん、キックさん、ひだりんハットさん、いときんさん、大西くん、せいやんさん、めっちゃかわいい、きょん、ありがとう。さとしさん、徳島のひーくん、ありがとう。雪降ってるよ。でも明日は晴れるらしい。なんか広島の天気かもしれんけど、ありがとう。こたつつけてます。こたつなう。昨日は寒かった。あ、え、そうなん。一日遅れ。なんかそういう気候、何、場所によって雪、雪って雪降ってるとこもある。ありがとう、風邪ひかない、大丈夫。ポニーテール、あ、見てくれてありがとう。そう、インスタ投稿した。ポニーテールとドライブの衣装、え、今日寒い、今日寒いからヒートテックと、あとこの裏肝のパーカーと、あと裏肝でプラスダウンで、めっちゃ冬だった。私あ、そっか、今チェキ会なのか。そうだ、チェキ会が昨日一昨日から始まってるのか。私29日だ。昨日からか。今日ちゃんとメイクしてる。パセリ、パちゃん、頑張っておりますか。パちゃん頑張っておりますか。あら、見れない。嬉しい、ありがとう。可愛すぎ。セーラー服なの。私も今日チキ買いで買う、ん、チキ買いで着る服買って届いた。
き換えのために準備する人健太郎さん、ゆうさん、こっぺさん、やまさん、ありがとう。おしゃれ、嬉しい。そう、いつも私イベントのためにになんか服買ってる気がする1回しか着てない服、え、あると思う。なんかそのテーマに沿ってるから。あ、しましたか。そう、 B 期間申し込んでくださった方、お忘れなく。こんばんは。お忘れなくねん。たまさん、カムカムさん、くにひこさん、ありがとう。でもな、結構日にちすぐって思っちゃう。あ、でも明後日だよね。明後日ぐらいだもんね、締め切り。1週間あったらまだいいやーと思うけど、明後日とかなったらもうやばってなる。こんばんは。そうね、明後日ってね、もうね、今日寝たらね、もう明日になっててね、プラス明後日って言っても金曜日のあれなんだっけ、何時まで、23時59。キーさん、ゆうちゃんずさん、鳥取太郎さん、さとっしーさん、ありがとう。そう、チキは29、来週ですね。
ね、月末、週末、今週末は土日ライブ、23、24、25、26、27、26、27、ライブの29、次期会、26の土曜日は広島で、27の日曜日が福岡。なんですよ、福岡。ありがとうございます。楽しみ。さっきねツイートねしたんです。まだね受付ねある。ミュージアムの写メ映えてる。お、嬉しい。そう、インスタなんかね、そう、私なんかいろいろバランス考えてて、自分なんかよくわかんないけど、だから、うん、このちょっと映えてるというか、なんかこういうのも載せたいと思った。ジャンルを、そう、アート、すごい。そうなんや。フフ、これ自体は自分の顔はあんまり載ってないけどね。でもなんかバランス的に考えてしまう。これを乗せたいっていうよりかは、なんかバランス考えてしまう。今日のことはね、またね、お知らせしていい風になったらまたお知らせします。そう、アイコン勝手に変えたもんね、私アイコン変えましたって、ストーリー載せとかないか。急に変えたけど、そうそうそう、今日みちゅさんもね変えてた。お気に入り、自分的に。そう、そしたら、そう、なんかこのプロフィール画像に合っとるプロフィールもなんか考えてしまって、なんかシンプルになっていきよる、どん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 変えていっております。順応して、ありがとう。なぬ、
823。イエーイ。弱者ね、良いです。あ、そうです。ずっと弱者のオフショットまだ送ってない。なんか自分が撮った自撮りとかは、自撮りってかはあります。あとそう、ヤングガンガンもまだ載せてないやつあるから、4月1日が発売日だから、それまでに載せよう、載せていこう。なんかジャケ写のなんかパソコン撮ったやつはダメみたいな感じ。ガッチャン、三色パンマン、ウバッチさん、F 渋谷さん、パフェありがとう、イビスさん、トッツアン、八王子さん、パネル気になるね。あの個人アーシャと同じなのか違うのか。そう、私ピンクのシャツにネクタイなんですよね。ちょっといつもと違う感じ。ピンクがね、なんかピンク、私ピンクと本当になんかなんだろう、馴染みがある馴染みっていうか本当になんかピンクなのかな、なんだろう、うん、あのね、独り言の時もね、鼻の色で分けられてて、ピンクチームで、ピンクの花チームだったんですよ。で、そう、フラワーのあの衣装もピンクで、ピンク以外着たことなくて、結構ね、いろんな色着てるメンバーおるけど、あと何色着たらなんかコンプリートとかあるけど、私ずっとピンクで。そう、ちょうどチャートリーもピンクだから、ピンクで、この前のフェス、東京でのフェスの時にちょうどももちゃんと同じぐらいの身長だから、ももちゃんが青なんよ。やけん交換するって言ったけど、いや大丈夫って言われて、だからそれをあのなしになってピンクそうそう
あ、大丈夫あ、じわじわ4割4割じわじわ。別にその気にしてないもん別に気にしてないもん。すごい桜がすごい、ありがとう、なんかすごい、この桜が散ってるのが今の桜が散ってこんばんは。桜みんなで食べた満開の花びら。あと何かピンクあったっけな。で今回のジャケシャのシャツの色みたいな、みたいな、桜餅好き。あ、そうそうだ、そうヘタレの時はオレンジだった。みかん、多分みかんの色なんだよねあれ多分みかんみかんの色。次回のプロフィールね、更新するってなったらみかんとあとネギにしよう。ネギ、ね、ネギ好きなのよ。どう思う？ネギ追加するのどう思う？え？初耳？ネギ系好き。ネギと玉ねぎ。玉ねぎもネギに入れるかな。ネギと玉ねぎ含む。玉ねぎ含むネギ。ダメか、白い方か緑かどっちも好き。緑の方が
ちょっとあれだよね、苦味あるけど栄養があるんだよね、そっちの方が。うん、お寿司ね、お寿司も好きなんだけど、それもうね、全部になっちゃう。そしたら好きな食べ物ありすぎて、ねぎちょっと迷ってます。ねぎ入れるか、なんかネギって絵文字ないんだそうだった。玉ねぎならあるけど、ネギがないのか。むむ、じゃあお寿司、お寿司にしようかな。お寿司とみかん。サーモンが好き。茶碗蒸しめっちゃ美味しい。茶碗蒸しも好きって言ったらもうずっと全部好きになる。そうそう、わさびも好き。いわちゃん、バラいっぱいありがとう。ザコティアン、 F 渋谷さん、オノピーさん、りょうへいさん、ケンタロウさん、サトルンさん、アキラさん、メガバイトさん、マイセンさん、桜いっぱいありがとう。嫌いっていうか苦手なのは、
チーズ、みんなが大好きなチーズ。うん、やっほい。ヨーグルト大丈夫？ピザは好きだよ。ピザは大好き。あ、でもチーズは結構好き嫌いっていうか結構分かれるよね。ピザはめっちゃ大好きだけど、なんか三種のチーズピザとかは頼まない。チーズバーガーは頼まない。チーズフォンデュとかも食べたことない。でもチーズ好きになりたかったな。結構チーズ多いもんね。チーズケーキとか差し入れとかでよくある。でも食べたことない。メンバーにあげる。ピザはね、そう、なんか本当に理解がちょっとしがたいかもしれんけど、ピザはチーズが入ってるけど、でもチーズの味があんまりしなくて、照り焼きの味とか明太子の味とか、その味に紛れてるやつは大丈夫。だから3種のチーズのピザとかはもうチーズ味だから無理なの。そう、本当にね、理解しがたいかもしれんけど、そうなんよ。味の問題なんだよね。でもなんかチーズの中でもこの種類のチーズはいけるけど、この種類はいけるみたいなのってないですか？それと似とる。でも結構チーズに関してはその分かれるよね。私のこれがこの感じが理解できる。はい、はい、あれ写真撮ってたけど、はいチーズは大丈夫よ。はいチーズ、あ、はいチーズは大丈夫。でも私はいチーズって言ったことないかも。多分誰かがはいチーズって言ってくれて、多分写真撮る人がはいチーズって言ってくれるね。だから自分は笑ってるだけ。撮られとるときは、はいチーズみたいななる。はいチーズパシャみたいな。あ、1足す1は2でしょ。私2とも多分聞いてるだけかもしれん。言ったことはないかもしれん。にーってなんかもう心の中で言ってる。
スーパーカブさん、ありがとう。団子の持ったペンギンさん、ありがとう。いる。そうだね、人間いろいろさ、食べ物に関してはね、なんか前半戦なんか今出てきて、こんばんは。イベント、あ、ね、何23か26、あ、今日からなんだ。こんばんは。インスタありがとう。そう、今日はのお昼ご飯は武蔵のお弁当だった。でもね、食べれなくて、その仕事中だから、お家帰って食べた。めっちゃお腹すいた。そう、なんか私ね、そうなの、キャベツが好き。塩の使い道でしょ。なんかパンちゃんはキャベツにつけたら美味しいよって言ってたけど、私キャベツはそのまま食べるのが好きで、塩はなんかおにぎりにつけたりする。そしたらなんか塩おにぎりみたいな、塩が強めの塩おにぎりみたいな感じになるよ。でもあんまりつけないかな。キムチ、キムチ、キムチ、キムチ。え、キムチは何でも美味しいよね。何でも美味しいよね。でもその中にはキムチは入ってないけど、だってキムチは何でも合うよね。もうちょっと急に。キムチ何でも合うよね。最近そうキムチ食べてないから、私なんか早く食べたいなって思う。普通になんか欲してるキムチ。私もみかん最後派ですね。結構最初の方に食べるメンバーとかもおった。だけど、もう食べるのって思った。デザートって感じがする。今日は誕生日、ケンシンさん、台湾おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な1年&サイアンスの1年にしようね。カボシュン。納豆にキムチ好きです。納豆とキムチ、豚キムチ作るの得意です。めっちゃ美味しい。
アボカドじゃねえしのサイン可愛かったです。ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。納豆、あ、納豆納豆も結構ね、あれ好き嫌い分かれるねなんか学校の時の給食とか結構あった気がする。納豆好きななんか子がなんか2個食べたりとかあった気がするまあ栄養あるしね、食べたいよね、好きであれば。初見のもんもんもんさん、ありがとう。桜餅、ひでんのひでさん、みつるんさん、めっちゃかわいい、ありがとう、ありがとう。高級納豆食べてみたい。私最近あれにハマっとるよね、引き割り、引き割りだっけな、の美味しさに気づいてしまって、ありがとう。最近っていうかごめん、結構前ですね、最近食べてないもん最近本当に家にいる時間が短くて、食べれてないですね。納豆食べる時って結構3パックあるから、なかなか賞味期限内に食べるとなったら豚キムチ配信お願いしますまさかのまさかの豚キムチのファンの方。楽屋で食べたらね、もう絶対みんなからねキャーって言われるもん。一回あったよね、なんかST15 船のとこで納豆食べてる人いて、なんかすごかったもんなんかすごかったもん、なんかあったよね。そう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 、誰やったかな、愛子ちゃんやったかな結構充満するよ。だから結構メンバーが結構体力作りとかのためにチキン、なんかチキンのなんかいろんな味がついたチキンがあって、その匂いとかも結構匂いが強い時強くて、それとかもある。結構ね気にしてしまいますね、そういう時。あ、そう、サラダチキンか、美味しいけど匂いが強いみたいな。最近カレー、カレー、すごい、カレー味、プロテイン、そう最近ね飲んでないなんかツアーの時、夏のツアーの時、去年のめっちゃ飲んでて、体力つけなきゃと思って飲んでたんですよ。確かに、でも最近ねあんまりその飲む機会がないから、明日絶対飲もう、忘れてしまうよね。プロ
プロテインバーの方を食べるときもある。最近ヨロってなっちゃうんだよね。効果、あったのかな、どうなんだろう。なんか足に筋肉ついてきたねみたいな風に言われたことはあったけど、でも最近飲まなくなってからなんか足が私なんかだんだんとなんか細くなってきたような気がして、もしかして足の筋肉が落ちたのかもしれん。わかんないけど、わかんないけど、なんかこの足によってなんだろう、筋肉がついて細くなる人と細くならない人がおって、私多分筋肉ついたら細くならない方なんですよね。わかんないけど、で、サラちゃん、サラピが教えてくれた。自分じゃ分かんないのよ。人に言われて気づく。なんか最近筋肉ついて細くなくなったみたいな風に言ってくれる。みちひでさん、ありがとう。筋肉痛最近ならない。筋肉痛はならないんですよね。別にライブとかしてめっちゃ使っても。適度にしてるのかな。なんか前よりもってか夏のツアーよりなんかその夢は逃げない踊ってみて、なんか夏のツアーよりかなんかスムーズに体が動く箇所があって、そこであったけど、そう、あ、いいね、ありがとう、インスタので、自分だけがそうと思ってたけど、なんかそう話し会でファンの方からもなんか夏のツアーとまた一段となんか変わってたねって言ってもらえてから、そう気づいた。だからだんだんと成長してくれたらいいな。早く走れそうな時、なんか早く走れる時あるよね。なんか早く走れん時と早く走れる時あるよね。私ちょっと遅刻しそうになった時とか走るんですけど、なんかすごい早く走れる時ある。でも早く走れない時もある。あの違い何なんだろう。多分早く走れるときはなんか地面を強く蹴ってるんよ。でも早く走れないときは体重を全部地面に預けとる気がする。合っとるかな。
え、大丈夫？早く走る方法って。そうなんだって最近気づいた。多分走るって足を置くっていうよりかは、なんかちょっとジャンプするっていうか、地面を蹴っとるんやなって。え、ですよね。ジャンプなんか本当スキップが一番早いんじゃない？なんか本当に極論極論もしかしたらスキップの方が早いんかもしれん、走るより。そうそう、走るより歩幅も大きくなって、私今度からスキップしようかな。ピョンピョンピョンって、なんかクッ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 クってか、エルガはピョンピョンピョンの方が多分早い。しかも疲れんそう、こっちの、こっちの方が多分疲れん。うん。早く走りたいけど走れないんですけど、なんか夢でよくある。難波の久人さん、ペンギンありがとう。団子炭酸せんべいさん、ありがとう。なんか、うん、夢の時は全然、走れん時全然走れん。頑張る、ありがとう。え、怖い目ばっかり、私も怖い目ばっかり。この前も夢怖かった、また勝負してた。昨日だっけ、おとといまた勝負してた。本当忘れてしまうけど、とりあえず朝起きた瞬間にリネに LINE してて、リネから LINE 来てて、おはようみたいな、悪夢から目覚めたよみたいな感じで多分返信したい。それを覚えとる。戦ってたよみたいな。でもリネは戦うことはええことやでって言うと、ありがとうちょっと。これからも頑張る。いいね、何でもプラスに変えてくれるんよ。どんだけマイナスなこともね、すごいプラスにしてくれる。そんなこと映画みたいな感じで。大丈夫です。私もそう、自分のねマイナスのことばっか考えちゃうけど、でも周りのマイナスは全部プラスに変えれる気がする。
それは怖いな。でもいいことやで。何かと戦い続けるのは。オッケー、ええんかって。かっけんよ。かっけんよ。もし怖くて震えたらメンタルケアしやす。本当に。え、めっちゃ寝そうなんよ。なんか迎えに来てくれるし、私がちょっと遅れてもゆっくりでええんよみたいな、ゆっくりでいいからみたいな感じで言ってくれるし、とりあえず優しいのよ。そう、だからなんか危ないとか言ってなんかすごいなんか守ってくれる。しかもめっちゃ遠い場所からなんか来とっても危ないって言ってなんかめっちゃもう守ってくれる。りんちゃん顔は、そう、りんちゃんはの推しメン顔はりんこちゃんやけど、総括はさあやん。あー面白い。顔はリンゴが好きみたい。でも全部総括的に言ったらサイエンやで見てくれる。何見ても「え、私は」みたいなって言ったらなんか、まもう、まみんな可愛いよなみたいな、みんな可愛いよみたいな風にまとめて終わる。お、来ましたか、あの情報、いろんな情報が。花は誰のもの？お、主題歌とした。3月31日の木曜日の9時に21時に花は誰のものを主題歌としたドラマミュージックビデオのプレミア公開決定。ドラマの名前は光は君にあの日々にでございます。
なるほど。そしてもうね、サイトもね、作られております。ドラマ、ミュージックビデオ、予告編とか。ここに来るといつだってあの頃を思い出す。私たちにとって本当に特別だったあの3年間を。のところの背景ちょっと私いるよ。ちょっとこれ私がカメラ持ってる私がいるよ。鳥肌立った？そう、この脚本&監督をされてるのは金井純一監督でございます。すごく有名な。私とココアさんとエミリーさんと、3月31日の21時ですね、 STU 公式 YouTube チャンネルにてプレミア公開決定。イエイ、横編に泣きそう。泣くよね。私もさ、この予告編でさ、ほんと泣きそうになった。でか、なんかワンシーンワンシーンのところでもう、なんか近くで見て、私ほんとになんか何回かカットをね撮るんですけど、その度になんかほんとに目がね熱くなって 泣きそうになるよね。私も今日また朝見て泣きそうになったもん。そう、島谷ひとみさんも出演されております。よろしくね。広島県出身の。花は誰のもの？また全部公開されましたら、もう感想を一つ一つ言っていきたいと思います。リツイート、いいね。さあ、いや、見つけてね。ふはふはふはふふふ。なんとなんとですよね、ドラマミュージックビデオに挑戦しました。
は君に、あの日々に。面白い。1週間後くらいかな。なんかセリフ言ってくれる人いる。お、みんなが気になるような最強の告知。いや、うるっときますよね、本当に。予告でも、これからですね、どんどん情報が。お、見てきた？はい。イエイ。やめい。時計の先輩。ユミ、シング、ユミ、ねえ、いい予告だな。やめい。いいけど。いいけど。桜いっぱいありがとう、まいせんさん。やめい。どうでしょうね、ちょっとまだ言っていいことと、あれがわからん。どうなんやろ。じゃあ全部公開されたら、言いますね。裏話を。じゃ31日の21時だ。年度末だ。
本当だ、12,282人の方、ありがとう、見てくれて。よかったらフォローしてね。ツイッターとインスタやってます。 ST48_Sayanです。じゃん。わ、なんか来た。え、そうなの、お揃い。ST48 ハッシュタグ、あ、違う、アンダーバーサイヤン。ミヤヒーさん、ありがとう。見てきた？あ、おすすめ。ありがとう、おすすめしてくれて。予告。演技力、うん。ね。初演技でございます。サヤの新ヘビロテしてる、もうすでに早いね。いや、どうでしょうね、もう100回みたいな早ちょっと、まあ、見てみてね。見てみてください。ねえ、早くお見せしたい。あら、なんか本当に口ずさめそうになる曲ですよ。頑張ります。披露する日が来るとしたら来るとしたら楽しみだね、いろいろと。なんか本当演技してる時、そう、自分の顔あんまり気にしてなかったからさ、どんな風に映るかさ、
すごい気になってた。うん、完成してから見ました。誰のもの？明日はいい天気かな？こんばんは。あのね、桜が好き。桜と霞が好き。うん、面白い。違う質問されたから答えたんです。違う。ちょっと今日何言ってもちょっとそうなるやつ。ちょっと今日は何言っても何言ってもそうなっちゃうね。めっちゃおるよ。探偵がもうやっぱりよ。花言葉まで調べて。本当に今日はね、リンゴジュースがね、めっちゃ美味しい。さっきまでコーヒーを飲んでたけど、最近コーヒーにもハマってて、コーヒー飲みたいなって思うのが増えて、でも今日はリンゴジュース。リンゴジュースが好き。いや、もうカフェモカとか甘いコーヒーが好き。なんかキャラメル系かコーヒー系かってなったらコーヒー系頼んじゃう。違う、リンゴジュース。リンゴジュース違う。リン
持ちが違う。そう、昨日ね、なんか私ね、なんか本当にいっぱい食べ過ぎたからかね、またね、なんか眠れなくなっちゃって、本当になんかなかなか眠く寝つけなくて、でも別にそんなに、ね、眠くないかったしって感じで、食べ過ぎかな、コーヒーかな、食べ過ぎなのかコーヒーなのかとろろなのか、多分いろいろ重なってしまってから、カフェモカもコーヒーってかカフェイン入ってる。何時かな、結構3時ぐらいに、そう、いろいろしてた。結局そうなんよ。やけんね、でもなんか過去の自分のなんかクラコンの自分のやつ見ててめっちゃ笑った過去の自分とそう、中島さんと加藤アナの掛け合いにめっちゃ笑ったもんね。なんかこのクラコン見ました。多分1年前ぐらい、2年前、何年前だろう、中島さん今日誕生日、あ、そうなんだちょっとお祝いしてないやね、最初の方。お腹が鳴らしたんですよ。でも音が鳴らなくて、その日でめっちゃ頑張って鳴ったのが、なんかめっちゃ音がねちっちゃくて、そう、それとなんか編集もすごい、なんかすごい編集になってとか、そう、中島さんの芸名考えてみたとか、でも2回目はねめっちゃ鳴らせたんですよ。そしたらどん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 なんか団体芸になって、鳴らせる人がどんどん増えて、でできなくなっちゃって、スタッフさんもやりだしちゃって、だからもう最近はどんなマイナスな言葉もプラス思考に変えるみたいなことを言ったのね、スタッフさんも、そうなんや、びっくりした。で、STU に関わる人はどんどんなんかできていくみたいな、なんかよくわかんない風になっちゃった。まさか自分のそのお腹を鳴らすっていうことをなんとなく思いついただけなんですけど、それがまさかのね、なんかわかんないけど受けて、でなんかわかんないけどなんか広まってみたいな、っていう風になりました。
当にね一発芸、なんか得意なこともないし、何なんかすることが本当になくて、なんとなく思いついたのがそうお腹の音を鳴らすっていうねことだったんですよ。そしたらそれがなんかね、そうイモースさんのね、委員会でもねなんかあって、本当なのかみたいな、なんかまさかのまさかよね、そんなになんかいろんなものにつながっていくとは思わない。うん、そう犬のおもちゃ動かした。でもだんだんと腹筋もね、最初はみんなえって感じだったけど、だんだんと今はもうあーみたいな感じになってきて、でお腹の音鳴らすのも最初みんなえって感じだったけど、まただんだんとあーみたいになってきて、だから3年目どうするか。ね、だんだん慣れられてくるんよ。レモン食べる。レモン食べるのいきますね。レモン食べるにしようかな。まあ、やった。レモンを真顔で食べる。うん、無表情で真顔で食べる。もうちょっとなんかあれいいのかな。はもう自分で勉強して得るしかないか。そんな特技ね、なんかね特技ないのって言われて、これができますって言って、ああじゃあ今やってみてみたいな感じにな、イメージあるもんね。私のなんだ、うん、何があるかな。ね、その場でできるやつ。そうだね、みんなが分かるようなものもね。
だ。大変だな。いや大変大変、ほんとに。てるさん、はんちゃん、きちねさん、ありがとう。じゃあ私はもうすぐ配信終わります。なんか長い的にちょっと長い的にちょっとあれだけど、ケリーさん、ありがとう。あ、面白い。寝よっと、ちゃんと。今来たばっかり。多分0時ぐらいに寝る。明日は自主練&レッスンだ。眠いね。みんなもいっぱい寝てね。ファイト。スピースピー。今日はそう、パーカー、うん、今日は寒かったから。でも明日は天気いいんだって。ではでは、今日の1位は
まゆせんさん、ありがとう。2位は難波のひさとさん、ありがとう。3位は F 渋谷さん、ありがとう。4位はいわちゃん、5位はロックオンさん、6位はけんたろうさん、7位はみつるんさん、8位はこっぺさん、9位はホタテサマー、10位はメガバイトさん、11位はスーパーカブさん、12位はセイヤンさん、13位はヒラ兄さん、大西くん、ちくわドーナツさん、エビスさん、くにひこさん、ありがとうございますちゃん、さとけんさん、パトさん、あおちゃん、じんたさん、ジャッキーさん、がっちゃん、さとるんさん、さんぱちさん、なりさん、ケリーさん、しのさん、猫のおかずさん、キャスパー大くん、ゆうきにゃんにゃん、マッピさん、こじゅうあぷくん、ありがとうございます。ジンタさん、ありがとう。テルさん、じゃあね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみメール送ります。バイバイ。